後ろの男点滅を繰り返す街灯が照らす暗い道足元には別の人間の影がつかず離れず映っている冷たい空気は革靴の音だけを響かせるそれは一定のリズムを全く狂わせずずっと私を追っていた 決して確信があるわけじゃないけれど私には後ろの男が恐ろしい存在のように感じられてならなかった冬の空気が体中を張り詰めさせるその中で甲高い音だけが世界を形成しているもう虫の集まらない汚い街灯だけが頼りなく私を守ってくれる もうだいぶ経ったのに、男の影はいまだ距離を外さない。この辺りに民家は少ない、冷たく暗いビルが並んでいるだけ。走れば終われるアスファルトと鉄の網、かすかに水が流れる音。昼間もあまり気分がいいところではないけれど、 夜は空気が重たくなってそれをかき分け進んでいるような錯覚さえ起こさせるふと気づいた私たちが進む方向はこれからさらに暗くなるそして明かりのない公園これはまずいけれども一本道でか弱い女に 一体何ができようか車の音が遠くから聞こえたただの思い過ごしだそう私は信じようとした単に方向が一緒の刀だけで向こうも気まずいのかもしれないそうだきっとそうだ私は少し歩調を早めた音のスピードは変わらない規則的に 時にかすかな息遣いを交えて暗闇から伝わる。私は一気に距離を離そうと歩幅を早めた。もう大丈夫だ。足音が早まる気配はない。このペースで進めば、あと少しでうちに着くだろう。頭上の電灯が点滅を早めて消えた。異変に気づいたのは、 その直後だった。確かに後ろの歩調は変わっていなかった。けれども、まだその音自体はすぐ後ろにいるのだ。そのことに気づいて、私の首筋を冷たいものが流れた。心臓が止まりそうなほどの恐怖。テレビで見た恐怖映画のワンシーンの一瞬と、それは似ていた。 湿地付近の森を少女は走り続ける。けれど、立ち止まった瞬間に少女の体は無残に引き裂かれる。悪夢がフィードバックする。しかし、この恐怖は終わりの見えない生々しい現実なのだ。それはやがて、さらに現実に近くなった。着実な歩みが私の歩調を捉えた。 コクコクと近づく気配獣を思わせる息遣い足音足音私は下に落としていた視線を上げた前から別の足音がするのだすぐには気づかなかったけれど私は理解できた人がいるのだ自動車の光の帯が 人影を覆っていった。助かった。私は一気に歩調を早めて、その人影に向かって走っていった。人影は次第にはっきりしていった。か細いけれど、間違いなく男だった。再び明かりが、男を照らした。私の歩みが止まった。違う。どこかが違った。 普通の人間とまだ若い男だそれも奇妙なほどねじ曲がった唇怯えながらもじせなった目その男が震えながらニヤーッと笑った男が何を欲しているかはすぐに見て取れた安心感を 一気に強烈な恐怖が覆い隠した全身が氷柱で包まれたかのような寒気に襲われる男の手には斧のようなものがしっかりと握られていた男の幼稚さがさらに不気味さを増したそして不安定な歩みのまま男は私に近づいてきた男の口が 開かれた。言葉を出そうと空気が漏れた瞬間だった。後ろから黒い影が一気に走ってきて、私の前に立った。大きな影だった。男の顔に強烈な怯えが走った。その影は大声で怒鳴りながら、その男に飛びかかった。子供のような悲鳴を上げて、 男が逃げようとした。影はけれど、すぐに男を捕まえる。腕をひねられ、斧のようなものが落とされる。私はすぐにそれを拾い上げる。幼稚な悲鳴は消えない。影の膝が、暴れる男の胸に、鈍い音を立てながら、一発だけ入れられる。その一撃で、 男は子供のように泣き出した影は手錠をその男にかけた影の正体は警察官だった近くで連続殺人があったんですよそれでパトロールしてたわけなんですけれどまあ若い女性が一人で歩いてて心配だなって感じで見てたんですまだ親任なもんで声をかけづらくて でも、ほんと間に合ってよかった。男はまだ、汚く泣きながら、違うようと、わめいていた。薄暗い中でも、涙と鼻水と唾液で、顔がテカっているのが分かった。その警官は割といい男だった。顔は体育会系だけど、どこか大人びている。署に携帯で連絡を取ってる横顔に、 とても惹かれたところでその警官が辺りを見回しながら口を開いたこの野郎の持ってた凶器はどこに行ったんでしょうかお巡りさんはいその連続殺人犯の手口ってどんな風だったんです 詳しくは言えませんが、比較的に容姿の整った若者を手近のもので刺したり殴ったりと、ってな感じですよ。まったく血も涙もない野郎ですよ。もう一ついいですかはい血も涙もない鬼畜野郎でも、やっぱり恐怖は感じることがあるんですよ。 私は一歩彼に近づいたは安心感がゾクゾクするような期待感に変わったこいつは私のものだ鈍い音を立てて斧はどんどん彼の頭部にめり込んでいったねえ気持ちいいでしょ これは何なのでしょうか警官がいびつに変形した笑った顔のままこっちを向いた月の光が彼を照らし出していた彼は白目を向き幼稚な甲高い声を上げながら街の中へと消えていった